さらには、ちょっと最後に面白いパターンをちょっとご紹介してみたいなというふうに思うんですけれども、インベンタで作ったデータをですね、実写とちょっと合成してみたいなということをやってみたいと思います。ですね、こっちか。まず、さっきちらっとインベンターをご覧いただいたと思うんですが、インベンターで設計した、こういうところでは、複合型プリンターの設計データですね。これをそのままインベンターから MAX にちょっと取り込んでみました。で、取り込んだデータがこちらです。もうダイレクトで取り込んじゃったもので、このまま計算してもいいんですけども、なんかあんまりこう臨場感ないかなというふうにありますので、実際にこう実写と統合してみようというのをちょっとやってみたいと思いますね。で、今なんかこういった変なデータが出てきます。これは板です。で、ここになんかグリッドのようなものが置いてあるんですけれども、実際これ何だろうということで、ちょっとバックグラウンドを私表示してみましょう。デスクトップに置いてあったかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと今データを私取り込みますね。いいか。こういったデータがあります。これ実は私どもの会社の、空いてある机なんですけども、これちょっとカメラから見ていきますね。で、何やったかっていうと、このポイントっていうのはカメラで撮影した時に、ね、マーキングをしてカメラマッチっていうのをやりました。いわゆる画像から撮影したカメラの位置とかレンズの視野角とかっていうのを算出する機能があります。そうしますと、こういった形で簡単にですね、この中にデータを取り込むことができます。要は写真撮影したものと同じ位置に CG のカメラを置いてしまうということですね。そうすると何ができるかっていうと、例えばここにティーポットを置きます。ティーポットを配置して、ティーポットを移動すると完全パース合ってます。ありますかね、手前に行きたいとか奥に行きたいとか。なのでこの中にバーチャルのオブジェクトを置いてあげるということができます。これは今小物でやってますけども、建築でも同じです。ここに施工される場所、施工予定の場所のところに行って写真を撮って、とにかくマーカーをつけておいて測定をして持ってきて、カメラの位置を、MAX でカメラの位置を出して、で、レビットで設計したデータをそこに配置して時間を合わせてレンダリングということも可能です。こんな形で、レビットで作ったデータをちょっと取り込んでみたデータがあるので、そちらもご覧いただきたいなというふうに思うんですが、取り込みました。こんなイメージです。で、これはさっきレビットで作ったデータを単純にこっちに持ってきただけです。で、ライトの設定も非常に簡単にしています。で、ここで使っているものっていうのは、実は MAX2009 で搭載された新しいプロダクションシェーダーと言われているメンタルの新しい機能です。いわゆるカメラマップと言われているものと、こういったクロムボールですね。今ここに黄色の玉が私置いてあるんですけども、これ映画でよく使われているテクニックなんですが、こういったものを撮影する場所にカメラで撮って、そのイメージを使うということをやります。どういったイメージなのかと言いますと、ちょっとごめんなさいね、こういったようなものですね。こういった画像を採用していただければ、それをこのシェーダーに割り当てて計算をさせると、最終的にどういったことになるかというと、実際にちょっと計算してみましょう。この束の中から光の要素を吸い取って、リフレクションの要素、反射の素材も吸い取って CG のものに置き換えてしまいます。今小物なので、よく見るとこの側面のところにですね、このカメラで電話機、これは実写のただ絵なんですけども、映り込みます。映り込んでますよね、この辺、こういう形で。でもこのカメラは別に私 CG で作ってるわけではないです。そのままイメージを置いただけになってるんですけども、こういった実写と CG の合成というのも可能です。建築物であれば、施工される場所にレビットの設計データを置いておくと、例えば手前にパチンコ屋さんがあったと、ネオンがギラギラ光ってるんだけど、それが窓にどういうふうに映り込んじゃうだろうか、そういったものを実は確認するということも可能になっています。
この辺の機能に関しては今回の2009というバージョンから搭載された新しいテクノロジーになりますけれども、まあ、こういったものも最終的には MAX で行ってビジュアライゼーションワークを進めていくということも可能になるかと思います。まだまだちょっと短い時間でですね、ご説明しきれてない機能多々あるんですけども、ちょっと基本的に MAX の、まあ、基本的な概要のご説明とですね、各種データとのデータの変換、あるいはこういったことも今表現可能ですよということをちょっとご説明させていただきました。また何か機会ございましたら、こういった分野でのご説明、特に今年頻繁に行っていく予定ですので、ぜひまたこういったイベントありましたらご参加いただいて、ちょっと製品の方をご理解いただければ幸いかと思います。ちょっと押してしまってすみません。以上で MAX のデモンストレーションを終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。